チャッキ王子のホラー映画館、アクアの駅にえ2、イェイ未見の方はブラウザーバックよろしくお願いします。ご機嫌いかがですかチャッキ王子です。おはようございます。こんにちは、こんばんは、おやすみなさい。いってらっしゃい。はい、え今日はアクアの駅にえ2ですね、えー。公開当時は、あの、ワンとのギャップにすごく批判が殺到したんですが、今となってはもう、名作ですね。 えー、トビー・フーパーにしか作れないっていう映画になってます、えー、と1は本当にあの歴史に残る名作なんですけども、2も、えー、と本当に歴史に残る名作になりまして、えーまあ、あの制作はあのキャノンフィルムっていうね今ちょっと問題になっている国の、えー、出資なんで、えー、見るのがちょっと難しいんですね。あの 配信はないですし、DVD も置いてないとこが多いんで、えー、僕は、あの、実はですね、YouTube で今無料でアップされてますので、字幕はないですけど、それで見ることができます。赤間の意に検索で、えー、2で検索したら見れると思いますね。はい。えー、っと、思いっきりね、コメディに振り切ってるとこがいいですしね。 えっと、まああの、自分の映画のファンハウスを思い出させる、あの、バトル遊園地っていうところでね、えっ、ー、と、対決するのもいいですしね。 すべてにおいてあの素晴らしい映画だと思います。あのー、主人公のストレッチっていう、ね、ラジオ DJ とデイソー・オッパーは実は親子という関係っていうのがね DVD の,の完全版で明かされるんですけどもあの本当はね完全版のメイキングにあったんですけどもドライブインシアターでの大量虐殺シーンがあったんですがあまりにも残酷なためにカットされたといういきさつがあります。であのー まあ、あの今回ね、えーまあ、脚本をパリ・テキサスの脚本家がちゃんと書いてまして、えー、とちゃんとあの親子対決みたいな形になってますんでね、えー、テキサス戦争一家、宗谷一家対、えー、ストレッチ一家の,あの戦いという形で、ねえー、非常に面白かったと思いますね、はいあの、笑えるし楽しい映画だと思います。はいえーそれで あの橋のシーンで、ね、おあのオープニングというかあのえ、一番最初の犠牲者の関わる曲があるんですけどもあの、かっこいい曲なんですが、それはオインゴ・ボインゴっていう、ねえー、と人が担当しているんですけども、実は、ですね、それはダニー・エルフマンってね、スパイダーマンとかバットマンの音楽をやっている人なんですけども、があのボーカルです。 えー、やってたバンドなんですよそのサントラがかかる橋のシーンが橋が長いこと長いことどんなに長い橋やねんっていうぐらい長いツッコミが入るぐらい、えー、長い橋なんですけどもね、えー、そのシーンも楽しいです。はい、えー、ということで卓京寺でしたチャンネル登録よろしくね。